えー、私はあ農学国際専攻で、えー、水産の研究をしています八木です。えー、実はあの今週ずっとーローマンに FAO の会議で行っていまして、えー、先ほどというかあの今朝あ羽田空港に帰ってきたというそういう感じです。 幸いあの、検疫で、えー、引っかからなくて、えー、コロナあの陰性だったんでこうやってできているんですけども,もし陽性だったらどうしようかとか思ったりですねあのそのためにはあの実は録画したものを用意していたりとかですねしていたんですけども <laughs>、えー、それで、まあ、あの日本の検疫かなりあのまだ一生懸命やってますけどのあのヨーロッパは全然やってないですね全然でもなくてあの日本の あの羽田空港出発するときに、えー、予防接種をちゃんと受けているかどうかというのが確認するんですね。ところが、向こうに着いてからあのチェック何もしてないですね。あのもうそのままパスポートに入国のスタンプをして、はい、行ってくださいという感じになってます。あと、ローマの街の中でも、もう大体9割以上マスク外して歩いてますから。えーで あの電車の中とかバスの中はマスクをしないといけないというルールがあるんですね、ところがもうあの外はそういうルールがないんで、みんなあの車両を降りたら、ああ、やれやれみたいな感じでマスクを取って、えー、普通にあの歩いてあの、アメリカ人の観光客とかたくさんいてあの、かなりコロナ前の状況に戻っているっていう感じですね。 でさっき、あの井出さんのあのお話の中であの、日本人割合、あのなんだろう、リスクに敏感で、新しいことをあんまりやりたがらないっていう傾向あるようにお話しあったんですが、やっぱコロナでもそうですね。あのもう アメリカとかヨーロッパは今年の夏からもうバカンスシーズン普通に始まると思って、相当それに備えてやってる感じがあるんですけど、あの日本の場合はそこまでスタートダッシュができてないような気はします。まあ、そんなこと言ってると、あの質問がそればっかしに偏ってしまったら困るんで <laughs>、ちょっと本題に移ります。 えー、ポイントは、一言で言いますと、あの天然の,あの魚とかです、ね、あの野菜とかは多様性が高いんです。あの穀物は、えー、それほど多様性が高くなくて、主要な穀物、何種類かに絞られてるんです。ところが、野菜とか果物とか魚は多様性がすごいあります。でそのの多様性があるものをどううやって流通段階でうまく えー、あの利用するようなことにできるか、そのために、IT、あの AI とかですねあのそういったことが使えるかどうかということを今日お話をしようと思っています。であのまず、えー、生物多様性高いですよということなんですが特にアジアの周りが高いんですね。 これは海洋生物のセンサスということで、10年ぐらい前に科学者が集まって世界の科学者が集まって作った図なんですで。アジア、日本の周りからオーストラリアの辺りまで赤いですけど、この赤いところは生物多様性が高いところです。 ほ、えー、他にあの、まあ、黄色いぐらいになっているところはマダガスカルとかですねタンザニアとかその辺の木とか、えー、あとはカリブ海などはがありますところが逆に緯度も高緯度地方ですね南極近くとか北極近くは、えー、それほど生物多様性は高くないです。 で陸の上ででもかなり近いんですねあの。陸だと、例えばカナダとかアラスカの森林を見ると、同じ針葉樹がずらっと並んでいるあの風景があるんですけど、それが、えー、例えばインドネシアのジャングルとかに行くとです、ねあの、もう何百種類も植物が入り乱れているという、そういう感じです。海の中も似たような感じですね。 ですから、例えばアラスカとかですね、ノルウェーの沖に行くと、タラとかサケとかサバとか、同じ種類の魚がたくさんいるんです。ところが、日本の場合は、沖縄のサンゴ礁とか潜っていただいたら、イメージつくと思うんですが、ものすごくたくさんいっぱい魚の種類がいると。 でその中で一部しか利用されていないというのが問題の一つなんですね。であのこれは水産白書に書いてあるグラフですねで。どうやって見るかと言いますと、横軸に国がいろんな国が書いてあります。縦軸はパーセントが書いてあります。80って書いてあるのが、これがあの100になったときにその国で取れた魚が、 ある,ある年に取れた魚が100%ですよっていうことなんですね。そうすると、アイスランドの場合は、えー、5種類の魚だけで、えー、8割以上の漁獲になってしまうんです。ということは、生物多様性が単調なんですね。であの、ノルウェーも大体8種類と。で、日本見てみると16種類で、えー、韓国は2体なもの。 インドネシアに行くと43種類ですから、これはかなり生物多様性が高いと。ですから、あのその生物多様性が高い中で、いろんな種類の魚がいるところをどうやって流通に載せるか、あそれが載せられなくて、えー、未利用魚になったり廃棄されたりという課題があるということなんですね。 あのちょっと現地の様子を写真で見ましょう。これはあのノルウェーで私があー撮った写真ですえ。奥の方に雪山が見えますけども、えー、こういう感じですね。で、使ってる漁船はあかなり大型の漁船なんです。で、まあ、あの免許制度が日本とノルウェーで相当違うっていうのもあるんですけども、この大型船を使えるっていうのは、あのー、やっぱり。 同じ種類の魚が大量に取れるからなんですねあの。で、船の上にフィッシュポンプっていうのがあります。この,このお真ん中のお赤い船のおちょっとデッキの前あたりに灰色いようなものがあるんですが、これですね。で、フィッシュポンプは何をするものかというと、取、えー、った魚を船の戦争という、あのまあ、あの船の蔵って書くんですけどね、あのそこの中に入れます。 で入れたものを運び出さなきゃいけないんですが、それをポンプで、えー、海水と一緒に、えー、この大きなパイプを使って、あのこの右側のがあの水産加工場になっています。そこにに。運び込むんですね、水と一緒に でこれ今あの、ポンプ稼働してないんで、ちょっとあのパイプ、しぼんじゃってますけど、あのこのポンプ稼働している時は、このゴムのパイプがパンパンに張って、えー、すごい勢いで魚があ加工場に、まあ、送り込まれるとで、加工場の中はこういう感じで、大型であの機械化されているんですね。 でこういう感じで、えー、今、これはノルウェーのーニシンが流れているところですけど、お全自動でこう流れていって、えー、自動でマシンが骨を取ってくれて、えー、鱗とか、皮とか内臓とかも全部取ってくれて、えー、やってくれるんです。で、あのーまあ、これ、大体輸出用なんですねで。だから輸出してしまうんで、地元にはあんまり魚が残らないんです。 これはのベルゲンの水産物市場って書いてあるところで撮った写真なんですけど、あの明らかに観光客向けですね、あの棒だらがこう並んでいて、えーまああの、たまにサーモンのちょっと干したようなものがあるという感じになっています。えー 一方で、日本の場合かなり違うんですあの。テクノロジーからしてちょっと違っていて、これ何やっているところかというと、これはの調子で撮、えー、ったサバを水揚げしている写真なんですね。で、こう見ると、あの人間の背丈、えー、よりもあ、まあ、ぐらいの大きな、えー、これね、タ、あ、モ、のー、スクイの,の網なんです。網で、 えー、この戦争の中にあるうサバをこうすくってでそれをこのクレーンで、えー、釣り上げながらその網のところを釣り上げながら、えー、右側にあるトラックに移してるんですねだ,だいぶちょっと発想が違っていてフィッシュポンプ使ってないんです。 でなんでフィッシュポンプ使わないのっていう話をしたところ、いや、あの魚体に傷がつくからとか、ね、いろんなあの話を言うんですけどもあの、私が見た感じだと、これ、仲買いがたくさん入っているからあじゃないかなっていう気が、うん、ちょっとします。で あのこれ、サバを運んでいった先、これ、調子の加工場なんですけどね、調子の中の大きな加工場の中は、サバをさっきのノルウェー方式みたいに自動選抜するような機械もあって、えー、かなり自動化はやっているんです。ただし、やっぱりあのノルウェーと違って、日本の場合は先ほど生物多様性高いと言いました。であの一回網を入れても そのサバだけではなくて、イワシが入ったりとか、ですねあのサ同じサバの中でも、サイズの違うようなものがあの混じったりなどということがあるんで、なかなか選別難しいんですね。で、あのサバのように大量に取れる、今の,あのものは調子なんで、えりあ日本の中でも北側で取れるものなんです。 で日本の場合も北側で取れるときはノルウェー方式で、同じ種類が大量に取れるんですが、えー、これがあの南の方に行くとあんまそうならなくて、これはあの鹿児島ですけども、カツオを水揚げしていますで、小型船ですね、で小型船なんで、えー、もうフィッシュポンプとかではなくて、手で、手作業で水揚げしてますね。 ね、なんでこれ手作業でなのっていう話を聞いたところ、やっぱり刺身にしますから、あ,のあんまり乱暴な扱いにはできないというお話でした。それでこちらはあ日本海側の氷見、富山県の氷見ですねあの、ブリで有名なところですけれども、おなこれ、競りをやっているところですね。えー、ですからあの、たくさんの人があ競りに出ていると。 こういう人たちがいるんで、えー、フィッシュポンプで船から加工場まで直結されてしまうと、あのー、こういう目利きを発揮するような場所もなくなっちゃうしなかなか、あのー、不都合があるんでしょうただそれは悪いことではなくて、えー、例えばこのお写真がこれはあの 兵庫県の明ラ浦ていうところですけども、おだいぶ女性の,あの雇用機会が存在していることがこう見ると分かりますね、あの水揚げの場で。ですから、あの取ってくるのは男の仕事で、水揚げのところは女性の仕事っていうあの部分もあるんです。で、あの加工場の手作業がこれ多い、政府は日本の場合は。あの、 インドとかよその国でも結構似た状況があるんですね、あの水揚げ風景で、さっきあの女性の役割のお話をしましたけれどもお、こちらも結構ね、女性、えー、たくさんやっていて、えー、これ、ね、男性が漁している写真ですけどあのども、まあ、日本とはちょっとテクノロジーはちょっと違うんですが、まあ、あの役割的に分担はなっていると。 っいうのは見えると思います。で、インドネシアあでもそうですね。あの、こういう感じになっていて、えー、手作業でえミ、ー、ザをしているという感じですね。で、あの、じゃあ日本の場合と外国の場合、水産物の流通があのどう違うかですけども、外国は結構簡略化されてますね。 あの左側のところが外国ですけどもあの取ってきた船があって、えー、そこからフィッシュポンプで加工業者の工事を直結されていますからあのでじゃあどこで競りをするのかっていうとあのノルウェーの場合はあのインターネット取引のようなことで沖合で、えー、魚取れましたよっていう情報をあの 岡川というか、あの水産加工業者の方に流すんですね、そうすると、えー、じゃあ、私はいくらで買いますっていう感じで、えー、そのネット上で、えー、入札が発生して、えー、そして一番高い、えー、ところのお金をつけたところに水揚げをしに、船を向けると、という,うシステムです。 でそれで輸入業者がいて、そのままあその輸入業者は、えー、築地とかそういうところ、あまり築地というか、トヨスとかですねそう、あのー、消費地市場を通さないで、そのままス,あのー、スーパーに持ってきますんで、えー、かなりいい簡略化された流通です。一方で、えー、日本の場合ですけども、国内の生産者が、まあ、取ってきますと。 でこころに荷上げをします。これはあの何かというと、大体、地元の漁業協同組合が運営する漁港,、まあ、漁港のところでやっているところですね。でそ,そこで競りを1回やって、産地の仲買人が買います。 で買った仲買い人はあそれを産地の旅館とかに流したりまたはあ消費者ですねあの豊洲とか、まあ、昔は築地ですけどもそういったところのお卸し,しに送るとでまた築地というか豊洲ではあ競りがあって、えー、そして、えー、そこの競りで買う人たちのことを仲卸っていうんですね。 で中卸が東京のレストランとか、東京の小売店とか、そういうところに身を送るわけです。で、これ、日本の場合ですけれども、農水省は、その100円で例えば売っている生花物の何割をその産地で受け取って、何割が、 このスーパーというか小売りで、えー、あの受け取っているかっていう段階別の価格形成調査っていうのをやってるんですね。そうすると、生果物ですけども、これ生果物の平均ですね、えー、47.5%があー生産者の受け取り分とで、産地の出荷組織が16.9%でとなって、えー、スーパーは20.4%、スーパーというか、まあ、小売りですね、えー、になっています。 ところが水産物の場合は、ちょっとこの受け取り、生産者側の受け取りは低くて30%少々と、で、えー、スーパー側のーこのー31%っていうのがあの多めになっていますね。で、えー、先ほど言いました、あまあ、漁協ですね、あのー、の取り分は1.5%です。で 漁協の取り分、これ、あの働きの割に割合少ないような気は私してるんです。というのも、お彼らはあ浜で漁師があ取ってきた魚を小分けして、競り用に並べて、で競りをするために、あ,のあはい、これ入札する人いませんかとか言ってあの声をかけるわけですね。で,で競りをやって 誰がいくらで買っていったかっていうのを帳面につけてでそれを入金がその業者から漁協に入る前にお金に困ってる漁業者とかいますからあのお金を立て替えてあげて漁業者に立て替えたりとかですねあのかなり作業をやってる割にそのサービス料金1.5%って安いんじゃないかなって気はしますでその、えー、と仲買人が、まあ、23.5%取っているんですけど これはあの例えば東京まで持ってくるトラック台とかも含めてなんで、まあ、こんなもんかなっていう気はします。で、あのまあ、今でいうあの、昔でいう築地ですね、今でいう豊洲で、えー、卸っていうあの業者が2.3%とって、えー、中卸の人が9.7%とって、えー、それでスーパーが31.4%です。 でこのスーパーが31.4%って高いんじゃないんでしょうかということを、えー、スーパーに私聞いたことあるんですね。そしたらあのスーパーの人は何バカなこと言ってるんですかとあのスーパーが大変なんですとあのバックヤードに、えー、魚をさばく人をいっぱい雇ってきてであの丸のまま運ばれてくるあのブリとかをさばいて、えー、刺身にして。 トレイの上に並べて売らなきゃいけないと、だから、あのすごい大変な、割にはこれ水産物って利益出てないんですという話で、これやっぱりあの多段階流通をやってるんで、誰も儲けがないですっていうのはよく話題になっているところですね。 でその中であのさっきから多様性の話をしなきゃいけないんで多様性の話に戻ります。あの多様性徐々に失われているっていう研究があるんです。あのこれは日本,あの日本水産学会誌に載った論文で、えー、実は昨年の論文賞までもらったものなんですけど。お これあの、消費者がどれぐらい多様な水産物を食べているかっていうのを、地域ごとに計算してきたんですね。で、この赤いところが、あた,くさんあのたくさんの種類の水産物を食べているんです。これ、量ではなくてあの、種類ですから。 でそうすると、おやっぱり瀬戸内海近辺に赤い点が多いですね、2000年から2002年を見るとでそうすあの。どういうことかっていうと、やっぱり瀬戸内海は漁食文化が古くからあって、それでいろんな魚を食べるっていうことが表、まあ、れているというふうに見るんですね。で それがあの時間が変化するにつれて、これは2000から2002ですね。で、どんどん変化してきて、2015から2017になると、この瀬戸内海側で赤いところがかなり減っていますね。ですから、もともと食文化があ多様な魚を食べる食文化を持っていたところも、あんまり食べなくなってきたと。あ,のあんまりいろんな種類食べなくなりましたよと。ころが あ食文化あの <coughs> 種類がちょっとしか食べないっていうところなんですねで緑のところは割合その理由があって実はそれも食文化の一種なんですけれど例えば静岡緑になっています静岡はあ特異的にマグロをたくさん食べる県なんですあの昔からおそらくあの江戸時代ぐらいからマグロの産地水揚げ港だったんです で今も焼津とかです、ね、あの清水とかあの水揚げあのかなり遠洋で取ったマグロもそういうところに水揚げしますからあだから、まあ、食文化といえばそうな,なんですけどもお割れ単調だと。でさらになんで単調になったのかっていうのは。 あの大体、そのノルウェーサーモンとかですねそういう年がら年中あるような養殖のものがたくさん増えてきたからっていうことだと思うんですね。はい、でじゃあ,あのそな、なんで単調になったのかっていうのはあの、この論文ではよく検討はされていません。ただ変だ変なと思うのは 消費者はやっぱり多様なネタを求めていると思うんです <laughs> あのこのお寿司の写真、私が撮ったやつなんですけども、こういうのが食べたいんじゃないのかなと思います。で、これは、あのやっぱり私がシンガポールで撮ったお寿司の写真なんですけども、えー、サーモン握りって書いてありますね。で、えー、こう見ると、もうサーモンだけあの乗っていると。 ただ若干バリエーションがあって、えー、右側のやつはその上にマヨネーズがかかっているというバリエーションがあるんですけど、あのー、まあこういう単調なネタなんです。ですからまあシンガポールはまあこういうもんかなと思って食べる人が多い,いるんだとは思いますけど日本でこれ消費者はこれ食べたいかなと思うと必ずしもそういう感じじゃないかなっていうふうに思いますね。で あのじゃあ、どうして、えー、この先ほど見たように、瀬戸内海多様なあの食文化あったのに、えー、低下しちゃったのっていう話ですけど、先ほどからあの井出さんの話にもありましたねあの、スーパー側の要求結構厳しいと、でこれ、あのよく聞く話ですね、この1から4までを4定条件、4つの定まった条件って、えー、よく言っています。 あの納期の要求で、あの決まった毎日同じ魚を納,納入しろとか、ですねあの決まった日にサンマを納入してくれと、もうあのチラシすっ,ってしまって、3週間後のこの日にサンマ祭りするからという話で来、えー、ると。 そうすると産地の方はいや、サンマ今、資源状態が悪くて、そんなあの思ったように3週間後に取れるかどうか分かりませんっていうようなあのヒヤヒヤなオペレーションをしていったりするんですね。であとは企画の,の要求で同じ企画の魚だけを納入しろと呼ばれると。ところがあのやっぱり魚は天然のものが多いですから、あの養殖のものもいますけども、あの養殖だって、え、ー そのねえー、餌を同じだけあげていていも成長が違ったりするんです、ね、だから同じものだけ全部持ってこいと言われてもかなり困ると。あとは数量の要求で、えー、日によってあの数量変動させるなという話があるんですがそれは試験になったら船出せないしあのかなり困ると。 あとは価格の要求で、日によって価格を変動させないでくれとかいう要求あるんですけども、これもあの産地とです、ね、消費であの競りをやってますからあの、変動させるなと言われると、誰かがかぶらなきゃいけないわけですね、えー。というようなことになっちゃうと、あとはいろんなの認証関係はあのいろいろあるんで、そういうのも取って努力してねというような話もあったりして、なかなかあの要求厳しいと。 であのまあ、そういう中で、ちょっと現地を我々のあの学生も含めて調査したことがあって、で三重県ですね、あの漁花がどうやって形成されていくかをちょっと見てみたんです。でこれ、納屋裏っていうところがありますが、ここ辺りが中心的なんですが、いろんなあのところがあります。 それで、マトウダイっていう魚があって、ちょっとこれ、見にくいですけどもあの、そういう魚で煮付けなんかにしたりするとおいしいようなやつですね。で、単価を x i プロットしてみましたあの。横軸は1日に取れたキログラムです。で、縦軸がその平均の単価なんですね。 そうするとあの、もし水産物が需給のバランスで値段が決まっているとすると、そうすると、な,なんか XY プロット変じゃないかなと思,う思いますよね。あのというのも、えー、たくさん取れた日っていうのは値段が下が,下がるはずと。ところが、ちょっとしか取れていない日は、需給の関係で、えー、希少価値がついちゃって、えー、それで、 値段が上がってもいいんじゃないと思いますところがちょっとしか取れていない日値段がゼロに近い日がたくさんあるとこれはなぜっていうのがありますであのさっきのカーブさっきのグラフを近似曲線を書くとこういう感じになるんですねあので、えー、このね横軸がキログラムですから 1>, えー、1日に15キロとか17キロとかそれぐらい取れた日が一番単価が高いんです。で、あのー、それより少なかったらあ単価あ下がってしまうと、でこれな、なんか変じゃないと、需、あのー、給関係を表していないんではないかというふうに疑問なんですが、あのー、お現場をよく観察すると、ですね発泡スチロールの容器の量って決まってるんです。 あの都市に出荷しようと思うと、同じ規格の発泡飼料の容器に入れなきゃいけなくて、それが15キロ入りなんです、でト,トラック配送業者からヒアリングすると、あの1日の漁獲量が少なすぎると、箱がスカスカになってしまうんで、もう都市への出荷はやめようと、で地元、旅館などで消費するだけだと。 で地元旅館でも、たまたまあの今日この魚欲しいかなっていうふうに仲買人に地元の旅館が伝えているときは、単価高いんです、魚の単価が。なぜなら、ちょっとしかないから、よその人に買われてしまうと、えー、お得意さんの旅館の,あのニーズを満たすことができないんで、えー、頑張って高い値で仕入れんですね。 ところが、そういう要求がないと、もう誰も入札しなくて、15キロ以下だと、あのもうほとんど0円、あの買い取られずに放置されてしまうというような感じがわかったんですね。で、あの職員ロス問題ですけども、国際平均で職員の14%近く、小売店に行くまでに廃棄されてますよと、FAO の話ですね。 FAO はなんでかっていうのをあの書いていて、えー、この生産販売を担う企業の行動原理が自社の利益最大化である、そして消費者の行動原理が自己のウェルビーイングの最大化であることに起因するって書いてあるんです。 えー、なぜならあの自社とか事故だけではなくて社会全体を考えたらこういうことあんまり行わないんではないのかなというのを暗に語っているのではないかと思って面白いなと思ったあわけです。であの昔じゃあどうやっていたのっていうことです。あの昔も今も今生物多様性変わらないんで で、あの結構お昔は顔見知りで、えー、信頼関係が存在していて、えー、長期の融通もあって、無駄が少ないと。で、天然で魚いろんな種類取れましたと。で、行商の女性があの行商に行きますと。で、あの、 最後まで売れ残ってしまう魚ってきっとあるんですね、ところが、いや、最後の残り物には服があるからとかですね、あのいや、これあの、すごくいいやつなんですとあの、というような話をしながら、うまくあ、あまりが出さないように売っていたわけです。街方の魚屋さんもそういうような感じで、えー、あまりが出ないように売っていたわけです。 ところが今はあのこの業者の人とか街角の魚屋さんがいなくなってしまってスーパーになってしまったとでスーパーになってしまうとお声をかけてないですねこの,この魚いい,いいですからこうやって料理したらおいしいけどとかいうようなことを言ってないんですであのまたスーパーの人にこれあの昔みたいに声をお客さんにかけて売れ残りないように売ったらいいんじゃないでしょうかっていう話をしたんですね ところがスーパーの人はな何先生バカなこと言ってるんですかとあのスーパーに来るお客さんは声をかけられたくないからスーパーに来るんですとあの逆にそういうお客さんに声かけてしまったらあのお客さんが引いてしまってえ次から来てくれませんからとかいう話になってですねあのなかなかうまくいかないわけですねであのじゃあどう,どういうメカニズムで、えー、その おなんだろう、おその未利用魚とか、ですねあの陶器魚とかそういうのが出るかあですけども、やっぱあの多様な魚が取れるとで、それを流通段階で集合して、えー、させて、また分離させるわけですで。どうやって分離させるかというと、さすが用これです、煮魚用これです、缶詰用あれですとか言って、えー、分離をさせて、それぞれうるさい消費者に向かって売らなきゃいけない。 でそうするとお、混ぜたりしているときに、あのー、半端ものが出て、えー、さっきの、あのー、流通段階で、えー、15キロの箱に入らないからといって捨てられてしまったり、えー、あとは、ま、混ぜて、えー、た後でもこの、うまくロットが揃わないくて、売り物にならないっていうのをまた出てしまったりということがあると思うんですね。でこれそもそも あの天然物、ばらつき多いんで、あの例えばあの原油なんかを取ってきても、同じことやってるんわけです。原油は、えー、その気発性のガスとか、ガソリンとか、軽油とか、いろんなものに分けて、そして別々の顧客に売ってるわけですね。でそれと同じノリで、えー、水産物とかあの食品をやっているんで、えー、ちょっと困ると。 でな,なぜ同じノリでやると困るかというと、やっぱり水産物、腐りやすいですし、えー、早く処理しなければいけないということなんです。じゃあ、これからどうすればいいのかというところですけども、情報通信技術の応用で、えー、産地と消費者をつなげて食品ロスの軽減とか、ですねあの直接やり取りできるような素地はできてきているんですね。 そして実際やっている会社もいます。あ,あります。で、あの例えばあの AI の需給予測っていうのをやってる会社があって、えー、民間サービス存在しています。で、まあ、N 社、まあ、NEC 社なんですけども、あの1ヶ月いくらっていうプランでやってます。ただ、あの受益者は個別の企業単位になっていますね。 ですからデータ活用も個別の企業内に大体限定されてしまっていると。であとはあのそのデータの利用の目的ですけども自分の会社で、えー、さっき言ったように利益を最大化させようあのまあ,あの利益を最大化することによって えー、食品廃棄がなくなればそれでいいんですけれども、あのー、やっぱり、あのー、社会全体っていう感じはあまり向いていないとあとはお客様神様っていう感じの前提にとどまっていて、えー、そのお客様は神様なんでお客様のニーズには合わせなきゃいけないですっていうそういうノリになってるわけですね。 ですからあの、お客様、神様じゃなくて、ちょっともうちょっと考えて行動してくださいよというようなことにはなってないということなんです。で、あのさっき FAO であの、事故の利益最大化って言ってました。で、あのこれ、アダム・スミスから始まったような話なんですけど、そのアダム・スミス、結構面白いことを言っていて、あの我々が夕食にありつけるのは、 パン屋や,やビール屋や肉屋が善意を有しているからではなくて彼ら自身が、えー、自己利益に関心を有しているからですよというのを国府論で言ってるわけですね。で,あのですから彼流に言うと行動原理それになってしまうって FAO はその行動原理がどうなのという疑問を呈しているわけです。であの社会全体の利益を重視してほしいよねという話ですね。 ただあの、アダム・スミルス結構あのお、うん、あれですね、この英文を私、読んでみたんですけれども、割合面白いこといろいろ言ってるんです。あの農分業化とか機械導入、事業規模拡大、これはあの必然の流れとしてるんですが、農業についてはそれほど分業を許さないと。なんでかっていうとあの、幸運とか種まき、除草、収穫といった異なる作業が、 あの別のタイミングで次から次へと来るんであの水平分業している意味がないからですとだからあの農業と工業は異なる性質を持ってますよっていうようなあのことは言っていて、えー、結構ねあの面白い点にポイントにあの指摘したりしているんですねですからあの先ほど荒、うん、木先生あの冷凍の話しました で冷凍もそうなんですけどもあの日本古来の伝統的な保存食っていうのも結構あるんですね。これはあの静岡県の,あの伊豆で、えー、塩かつおって読むんですけどもこれあのどうなってるかっていうとこれ真ん中にあるのがこれがかつおですね。それで稲藁で稲、えー、くくってあるのは、あの 神様にお供えするため用、えー、にこう装飾になっていて正月用なんです。ただこれはあの保存食なんですね。であのスローフード協会っていうところがあって、えー、味の箱舟っていうのがあっていてそこにもう認定されています。えー、それでただあのー、冷凍を こちらの利点としては、ああのやっぱり電力を使わないんで、えーまあ、昔ながらなんでその、地球温暖化なんかのカーボンニュートラルとか、そっちのほうがいいんです。ただ弱点もあるんですね、あの塩辛いんで、えー、あんまり食べ過ぎてしまうと血圧が上がってしまうとかですね。あの おまあ、そういう弱点はあるんですがあのこういう伝統的なものとおその冷凍と併用しながらうまくうあのロスが出ないようにっていうのはあると思うんですね。じゃあ,あのちょっと課題を言わなきゃいけないんですがじゃあ,あのこれからそのこのねあの応援会って書いてありましたちょっとここあのいきなり出てきたんですけどもあの我々の研究室昔,昔というかまあ10年ぐらい前から えー、被災地あの東日本大震災の被災地の,さあの魚が応援いという需要があるよっていうのをそれを見出して、えー、論文にして発表しているんですけどその応援いなぜ生じるかというとやっぱりあの 消費者、自分のためにさあの食べ物を買いたいという欲求と、あとは社会的な貢献をするために買っているというあの2つの側面があるんですね。自分のために買っているという側面は、えー、主にあの食べたら栄養がありそうとか、あとはあの簡単に料理ができるんで。 えー、時間短縮になりそうとか廃棄物が出,さあの出なさそうとかそれはみんな自分のための判断基準なんですね。ところが、えー、これを買うことによって被災地が応援できそうとかですねあのそういうのは応援外で、えー、あとはあの エコマークがついたようなものがあるんですけどそれを買うことで、えー、環境に保全に貢献できそうそういう社会的なものに対してもお金を払うっていうのがあ,のあるんですねところがあの我々あの継続的にその強さを研究してるんですが、えー、実は被災直後の2012年はこの応援会の需要っていうかその、うん 買いたいたたよっっってて言るその力が強かったんですところが残念なことにそれは年々落ちてきてしまって、えー、あの震災後10年11年経った現在ですね、えー、この応援買いの力っていうのはすごく弱まって、えー、元通りに自分のために水産物を買っているっていう数値の方がすごく上回ってしまっていて、えー、ちょっと困っていると。 あとはあの被災地あの、福島さんにも近いですから、えー、放射性物質を忌避するっていうマイナスの要因っていうのもあるんですね。で、そのマイナスの要因は、あ徐々には下がってはいるんですけども、それほど大きくは下がっていないと。それ以上に応援買いしたいっていう意思の方があが急速に下がってしまっているんで、えー、かなりこれは困ったなっていうところはあります。 はいえー、それで、えー、これですね、じゃあ本日のポイントに移りたいと思います、なんかちょっと早く終わりそうな気がしたんで、するんで、あの質疑応答の時間を割合多めに取りましょう。えー、本日のポイントで、えー、農水産物ですねあの、天候などに影響を受けて、品質にばらつきもあるし、腐りやすいし、多様性も高いと。 特にだから穀物はあの米とか小麦とかあのトウモロコシとかあのそれほど多様性はないんですが野菜とかです、ね、あの水産物、果物はこういう傾向ありますね。で特にあの日本の場合はあいろんな品種、多品種を少量ずつ生産するという特徴が結構あるんです。 あのおよその例えばアメリカとかブラジルとかそういうところに比べると多品種少量生産ですね日本の場合野菜でも何でもですからそういうところで、えー、多様なものができてしまうで二2番目ところが一方で流通とか小売業工業製品と同じようなマインドで扱おうとしていて。 えー、そうするとどうする、どうなってるかというと、棚に置いている種類、少ないですねで。水産物の場合も、さっき言いましたように、日本の場合、あの100種類とかそれぐらい取れるんです。ところがあ、スーパーの棚をよく観察すると、10種類ぐらいしか大体いいないですね。 でマーケティングのセオリーで、あんまりたくさんの種類をスーパーで置いてしまうと、消費者が混乱してしまって、えー、あんまり買わなくなってしまうんで、それやめたほうがいいですっていう、そういうあの議論があるんです。ですから実際、歯磨き粉とか、えー、洗剤とか見ても、そんな30も40も飾っている、銘柄飾っているスーパーってないですね、だいたいかなり絞り込んでいますね。 それと同じことを食品に対してもやっているので、えー、多様なものがあの、多様な生産したものが生かされていないというのがあります。で、あのまあ、それが産地と消費者のミスマッチです。で、IT を活用したあの課題解決可能です。さっき言ったように、えー、産地と消費者を直接結びつけて、えー、やるというのはあります。ただあの 主に今までいろんなところを見てますけれども、問題2つありますね、1つはあの送料が高いんです。あの宅急便で送りますっていうふうになると、中身1000円ぐらいの野菜とか、中身1000円ぐらいの水産物を送料1000円ぐらいかけて、岩手県から東京まで送ってきますっていう,ような話になります。そうすると、送料が高くついてしまうんで、そこをどうするかですね。 ですからあの築地というか、まあ、豊洲経由で流通されているものはそれなりに意味があって大きなあの数量で、えー、持ってきますから送料はその割合安く上げることができるんですねあの、まあ、その中でどうやって、えー、送料問題解決するのっていうのは一つの課題ですでもう一つの課題ですけどもあの it あの生産者がついてこれないっていう問題が結構あるんです。で、あのまあ、ど,うどういうことかって言うと、あのまあ、農業も漁業もそうなんですが、生産者は高齢化しています。 ですから、このタブレットを持って行って、あのこれ、取れたやつをこのタブレットにこうやって入力してくださいとかいう話をしても、いや、そのタブレット自体、あの扱ったことないですからというようなことになるんですね。で,ですからあの、IT さえ、技術さえあれ,あれば、バラ色みたいな議論はありますが、現地では必ずしもそうではなくて、えー、現地の人たちがついていけるような、あの ものにしないと十分活用されないというのがこの4番目ですね。であとはあの消費者ですけどもあの自然と人間が共生するっていうのが日本の伝統ですからあの里山あのとかそういうあのマインドで来て保全されていますね。あのですから個人の課題というか 個人の興味だけではなくて、社会全体の課題に目を向けるようにしてほしいと、あとはあの、まあ、伝統食、さっき見せたような伝統食ですねあ、あとは新規の保存技術の開発とかですね、えー、そういったものにも期待をしたいと思います。で、最後に一言ですけれども、食、まあ、を重視することは、その生産現場ですね、の水産、そういうのを重視することでもあります。 であの工業製品と同様なものではないというのは、まあ、あ留意してほしいですとであのなぜかというと、やっぱり人間の力だけで生産したものではないわけです、植物は。あの太陽光があって、土壌があって、水があって、えー、微生物がいて、えー、物質循環があって、えー、それで生産された結果なんで、えーまああの、そういうことに注意を払ってくださいという。 ことが最後の一言ですはいじゃああの以上であの終了いたしますありがとうございました